思います。やはり多くの人が不安や行き詰まりを感じていた。中でも特に多かったのが少子高齢化問題。現在税金や保険料などの負担額は60歳以上と20歳未満でおよそ1億円の負担格差があると言われている。今後少子高齢化はますます加速し、人口の減少、労働力の減少が懸念されている。続いて給料が上がらないという声もあった賃金問題。現在失業率や求人倍率は改善されているものの、その中心は非正規雇用。親の所得格差が子どもの教育格差につながり、貧困から抜け出しにくくなっている現状もあるという。そして働き方に行き詰まりを感じる人も。政府は現在長時間労働の是正を目指しているが、国際競争力の低下を心配する声もある。また将来の労働力を確保するため AI 人工知能の活用が期待されているものの、 AI によって仕事が奪われそうという声もあった。さらに日本企業の行く末を危ぶむ声も多い。ここ数年大企業が次々と経営危機に陥っている。2015年に不適切会計処理が発覚した東芝は白物家電と医療機器分野を売却。さらに今年はアメリカの原発子会社に絡む7000億円の損失も発表された。他にもリコール隠しや燃費不正が発覚し、事実上日産の傘下となった三菱自動車、経営不振から鴻海に買収されたシャープ、売上不振で社長が交代する三越伊勢丹など多くの大企業が苦境に立たされている。そんな中今後ますます加速すると見られているのが東京への人口一極集中。その対策として今多くの地方都市が検討しているのがコンパクトな街づくり。これは役所や病院、文化施設といった都市機能を中心市街地へ集中させることで、郊外に住む人たちを市街地に集めるという計画。しかし市街地へ人口が集中し、それまでの故郷であった地域が消滅してしまう可能性もあるという。さまざまな行き詰まりを抱える日本。果たしてこの状況を抜け出すことはできるのだろうか。じゃあ堀江さん、この企業がどんどんとこう、もう今まで大丈夫だと思われてた企業が、大企業がですね、今あれ大丈夫かなっていう時代に入ってきてますけども、これ僕たちどう捉えていけばいいですか。大丈夫、だから給料が高い使えない社員が山のようにいてどうしようもないっていう、結局そういう人たちを介護できないよねみたいなっていうだけですよ。なるほど。だって白物家電だって、中国のメーカーとかガンガン伸びてるし、まあ、実際に日本でもそういう面はあるんですよ。例えばでもバルミューダっていうね、家電のすごいユニークな家電出してる、炊飯器とかトースターとか出してる会社あるんだけど、すぐ中国の会社にパクられてるじゃないですか。そうなの。だからパクる、だって作ってるのどうせなんか中国の深圳とかなんだから、作ってるとこ一緒なんですよ、ね。ああ、作る場所はそうか。同じなんですよ。iPhone だってなんだって、え？パクっていいの？まあパクっても OK な範囲でパクるわけです。まあもちろんその契約上ダメな風になってるはずなんだけど、まあ作ったら分かっちゃうから。そっか。そうか。で、まあまあ、そういうようなことがやって、白物家電だろうが、家電だろうがスマホだろうが、うまくやってる会社はあるわけで、だって鴻海精密にシャープは買収されたわけじゃない、でも鴻海はうまくやってるわけじゃない、だからやり方次第なんですよ。トップ次第ってところがあって、なるほど。今の時代ってイノベーションのスピードが速いんで、そのバシバシこう、まあ、要は独裁政権が向いてるんですよ、で日本の場合って合議制じゃないですか、サラリーマン社長で、向いてないんですよ。なるほど。みんなで、集まってみんなで決めて、だからスピード感も遅いし、その決定したことを誰が責任取るんだみたいな、所在も分かんないし。アップルとか、まさにそれの典型で、スティーブ・ジョブスが亡くなったでしょ、亡くなってから、アップルウォッチとか見ました？
もうクソデバイスじゃないですか。何それ、クソデバイス。アップルこんなの多分スティーブ・ジョブズデバイスってのは使えないデバイス。社長、社長、社長で、うん、できましたって言ったら、うん、もうバチーンめっちゃ上がる。間違いない。お前らは、うん、お前らは何をしてるんだみたいな。激怒りですよ。ってことは一人 の、 あの新しい感覚を持った経営者が、うん、その大企業を大きな改革をしていかないと残っていけないってことですか。だしもうあと人を雇うのが多分ダメな時代になってきます。どういう時代になるの。だから金払っていいか、いいトップのところにみんな、例えばだからうちのオンラインサロンとかもそうなんだけど、うん、僕に1万円ずつみんな払って、うん、なんかやりたいことをやってるっていうような、うん、要だからいい会社にはお金を払ってみんなに来たがるっていう、だから自己実現のために一回自分が投資するけど、うん、そこでのリターンはそこに集まった人たちだけで作るってことですか、うん、だからいい人のところに集まるわけですよ。だからスティーブ・ジョブスと働きたいと思う人、うん、多分世界中に、うん、山ほどいて、はい、お金払ってでも働きたいっていう人、うん、山のようにいますよね、はい、なるほどね。だからそういうところに集まるような社会。じゃあ今その就職とか考えてる人たち、うん、その10代の人たち、そんなに心配しなくていいってことですか。大企業に就職しないで。オワコンです。大企業はオワコン。オワコンというかもう就職をしようっていう考え方がオワコン。就職しようという感覚がオワコン。なんで？どうやってお金を得て、どうやって。だからお金なんか必要ないんですよ。お金必要ない。あの人生でお金のかかる4つのこと。はい、家、車、うん、結婚、子供、うん。これだけで多分2億円近くかかるんですよ。そんなかかるんだ。でこれないと多分月5万10万で生活できますよ。マジ、うん、でそこでプライドをさらになくすと、うん、タダで生活できます。なんなのそれ。それどうなの。マジ？うん、えそこに行けます？俺全然行けますよ。なんでよ。俺はたまたまお金を稼げてるから。うん、あのより楽な生活をしてるんだけど、ちょっと工夫すればお金なんかいらなくて生活できます。いやでも本当にそうだと思う。私もそう思う。えってか結局金っていうのは、うん、すげえ昔は便利だったと、うん、何にでも交換できるから便利みたいな話なんだけど、うん、その別に金と同じぐらい交換価値が高いものっていうものができてくると、うん、それで十分じゃないですか。それは自分の能力であってもいいってことですか。例えばそうだし、例えばその、うん、じゃあ堀江さんのところで、ツイッターなんかつぶやいてよみたいな、うん、本の宣伝してみたいな。いやもっと簡単な話でよくて、うん、俺明日ゴルフ、あの明日のスケジュールが空いちゃったから、うん、ゴルフ行きたいなと思って誘ってくる人、うん、でもいいわけ。そしたらそいつただでゴルフできて、うん、あの昼飯とか夕飯をおごってくれて、うん、もしかしたらその後飲みに連れてくってくれるかもしれないじゃない。はあ。でもうなんか俺さんなんか使ってないゴルフクラブくださいよって言ったらあるわけじゃん。うん、でただでゴルフクラブも手に入れられる。いいな。いいですね。ちょっと前に行きましょう。いいね。前に行きましょう。いやそのホリエモンさんのそのサロンにいるニートで紐の人に会いたいよね。会いたい、話聞きたい。いつでも来ますか。今度ホリエモンさんがゲストの時にその人をちょっとサロンのね、その人呼んで。いいじゃない。今間に合わねえかな。今間に合うんだったら来てほしい、ね、今間に合う。もし放送見ててこの後連絡も取ってもらいたいですけど、そのホリエモンさんのサロンのニートで紐の方ぜひ。千葉くんね。千葉くん、いやー待ってくるかも。ちょっと痛いんだけど。ということで今の話聞いてたら行き詰まり感じないですか。ちょっと気持ちが楽になった。今週の聞きたいでした。はい、さあ本日の聞きたい世論調査では、日本は行き詰まりの現状を回復できると思いますかというテーマで生投票を行っています。投票への参加まだまだ受け付けています。聞きたい世論調査の結果発表です。今日は日本は行き詰まりの現状から回復できると思いますかという世論調査を行ってきました。最終結果はこのようになりました。できる1125、できない2631、行き詰まっていないが627ポイントです。できないが多いですね。そうですね、はい、ではできないというご意見のビニールテープさんです。可能性はあると思うのですが、国が国民の方を向いていないので我々一般国民の行き詰まりは解消されないと思いますというご意見でした。ありがとうございました。